あのね、私は一人暮らしだからポケモン飼ってるわけ。そうですか、何も聞いてないですけど、そんなこと。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、赤竹シティまで来たわけだけれども、君、地面タイプのガラガラ持っとらんかね。できれば私のガラガラと交換してほしいのだが。ガラガラ自体持ってないんだよね。無理にとは言わないよ。カラカラなら持ってんだけどね。一匹でそうやってても強いトレーナーになれない。多くのポケモンをバランスよく育てるのも大変だけどな。そう、赤竹シティ、まあ、毒タイプやけど、まあ、今のポケモンたちでカバーできるかな多分。おや、ずいぶんマーベラスな冒険をしてきたようだね。それじゃ教えてあげる技を増やしてあげよう。ということで、やあ君たち、どうだい、その EV にマーベラスの技を教えてみる。何が覚えれる、増えるの。あ、増えてる。スクスクボンバー、コチコチフロスト、キラキラストーム。でも EV なんよね。でもどうかな、キラキラストームってどんな感じの技。 EV は新しくキラキラストームを覚えたい。キラキラストームの代わりに他の技を忘れさせますか。何があるかな。スピードスター、二度蹴り、電光石、あ、フェアリーなんや。へえ。これどういう技とか見れんの。見せ返るような香りの竜巻で相手を包んで攻撃、味方の状態異常を回復する。へえ、そういう感じなんや。じゃあ待って、電光石火、じゃあちょっと忘れさせようかな。12の保管。 EV は電光石火の使い方をきれいに忘れた。そして EV は新しくキラキラストームを覚えた。EV がなんかちょっと万能になっていきよる。マーベラスな関係、ポケモンと築いていくのだよ。ありがとう。なんか定期的にピカチュウに話しかけてしまうけど、ゆったりとくつろいでいる。ポケモン図鑑作ってるならゴーパークに行くといいよ。ありがとう。ゴーパークっていうのは何やろ。初期であったサファリパークみたいなやつ、あれって赤竹シティやったっけ。時矢の西に細い道があるでしょ。その奥に立ってるのが全てのポケモントレーナーをまとめる組織、ポケモンリーグよ。あれだよね、結構家の近所なんよね、ポケモンリーグ。時輪のすぐ横にあるっていうのが。さあ、それじゃあちょっと私、とりあえず野生ポケモンを捕まえて、すんばらしい道具をいただこうかなと思うんだけど、とりあえずね、この辺のポケモン、捕まえたいポケモンいっぱいおったけんね、来る途中。もう見てはいたんだけども、どうしてもこう、ポケモンの体力が今は全然ないから、よし来い。いや、もうポケモン体力関係ないけどさ、野生ポケモン捕まえるのに。よし、うつどん。私が持ってるのあれよね、まだつぼみよね、確か。よし来い。さあ、どうや。おお、一発でいけるかと思ったのに。ダメだった。はっ。お、今の良かったんじゃないの、ダメだったの。どうだ、よっしゃー、来たー、やったー、ウツドンを捕まえた。これ多分大丈夫でしょう。新しいよね。よし、来たー。ウツドンのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。ウツドン、ハエ取りポケモン。お腹が減ると手当たり次第に動くものを飲み込んでは妖怪液でとどめを刺す。怖っ。きっとそれは人間も入っているんだろうね。あ、そう、あの人も気になっとったよな、私、吹き出しで撮る人。あのね、私は一人暮らしだからポケモン飼ってるわけ。そうですか、何も聞いてないですけど、そんなこと。何があったの、急に。大人のお姉さんのナオクが勝負を仕掛けてきた。なんか急激に因縁つけられたんだけど。びっくりー。よし、これで OK。ポケモンは勝ち負けじゃないわ。じゃあ戦わせないであげてよ、かわいそうだからね、えペットなのに。そう、うちに帰った時ポケモンがいるとホッとするの。それは良きことだ。ここは15番道路西赤竹シティ。じゃあそこの道具、よし、すごい傷薬やったね。てか野生のポケモンが、ポッポはいらないんだよね。ポッポはいらないんだよね。待って、あっちのお姉さん、ちょっとあっちのお姉さんのところに、ちょっとあの人ずっと後ろ向いてるもんね、一回もこっちを振り返ることなく。どうも。この辺りにトレーナーは強者揃い。そう、全員私が育てました。強くなりたいんですね。私がお相手しましょうか。え、マジで、
参ります。全員育てたの？結構な生徒数やね。コーチトレーナーのルナタニが勝負を仕掛けてきた。ルナタニ？どんな名字？ゴーリキー。そうなのね、飛行タイプもちょっと欲しいなと思うんやけど、さあここはどうしましょうかね。まあこれゴーストで行こうか、とりあえず。悪の波動。あ、全然効かない。あ、やばい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 。ちょ待って、ポケモン入れ替える。ゴローンで行こうかな。じゃあよし、ゴースト戻ってゴローンで行きます。ちょ、飛行タイプちょっと欲しいな。岩のだれー、いけ。これもなんか大して効かんしな。つら。あー、効果抜群やん。やめて、効果抜群を発見された。岩のだれ、あと2回ぐらいいるかなこれ。あー、ダメダメだ。ちょっと待って、変える変える変える。ちょっと待って、ミュウで行くわ。出ておいで、あと少し頑張るよミュウ。よし、全然 OK。 さあそれじゃあサイコウェーブ行くかな。あ、サイコウェーブはいい感じだよね。効果抜群とかではなかったけど。お、ミュウがあとちょっとでレベル上がるやん。ブーバーってことは EV で行きましょうかね。生き生きバブルで。ブビーかわいいよね。まあ、これには出てこんねやろうけど、ブーバーに進化するやつ。生き生きバブル。あー、これは一発じゃいけんか。まあ、でもこれ、これは向こうに体力を奪われても、こっちこの生き生きバブルで回復することができるからね。良きかな、良きかな。効果抜群。よし、いいぞ。強い飛行タイプを育てたい。お、不思議花はレベル45に上がった。お、そしてミュウもレベル44、やったね。ミュウは新しくバリアを覚えたい。バリア？いや、ちょっとこれは大丈夫です。これであなたも私が揃ったことに。そういうことなの？負けてるけどね君。全然育てられた覚えないけど。燃え上がるような成長の兆し、あなたにふさわしい技マシンを授けましょう。お、アイナ、技マシン31、炎のパンチを手に入れた。まあちょっと炎のパンチ惜しいやなとは思った。技マシン31を使えば炎のパンチを覚えます。運が良ければ相手を火傷できるかも。まあ運が良くなければ火傷を負わすこともできないと。そういう、ちょっと待って、あと1種類なんやけどな、おらんな。てかあれはクラブとかキングラーとかがおったとこどこやっけ。こっち側、この辺かな。あ、この辺や、この辺。この辺に、こっから入っていくことは、できない。できない。途中から入っていくには、ここからなら、あの一人で戦うだけで済むわけかな。あれ、でも、コンパン私持っとったような気がするな。コンパン持っとったんじゃないかな、私。ってことは、もっとなんか別のところ、もっとなんか他のポケモン、行き止まり。めっちゃ行き止まりやった。あれ、クラブとかが出るのはどこだ。この人振り向く、こっちまで振り向くかな。はい、向こう向いてください。よいしょ、こっち側か。どこなんや一体。こっちを通ればいいってことか。でも一応あれよね、
ここまで来たから、あ、ちょっと君は私には必要ないんだ。種類にも関係ないしね。とりあえず逃げようかな。赤竹シティにもこれでもう飛んでいけるようにはなったってことやろ。なんだポップばっかり出てきやがって。ポップはもう捕まえてるよ。もっといいポケモン出てきて、もっといいポケモン。ほら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 。出といで、出といで。ピジョンか。ピジョンも持ってるんだよな。ほらほら、もっといい。撃つのをさっき捕まえたからな。いないっすかね。ってことはここじゃないってことかな、まあ。そういうことよね、多分。だって、じゃないと、で、いっぱいさ、ポケモンが出てきよ、あ、どうも。どうも、どうも。あら、お姉さんが相手してあげてもいいわよ。え、この、もっと先やったっけ？どこだ？なんかいっぱいポケモンが出てきよった場所が全くわからんくなったんやけど、もっと先か。ラッキー。よし、行け、ゴースト。え、でもゴーストタイプにノーマルはそんな効かんねやっけね。効かんねやっけね。あー待って、こっちが効かないわ。こっちが効いてないわ。ちょー眠ったー。よし、じゃあここはイーブイでいきましょう。よし来い。格闘タイプの技とかをイーブイが覚えてくれたらな。本当に万能に育てていくやつ。ああ、めっちゃミニマムになるやん。ぬいぐるみサイズ。よし、これで。あ、二度蹴りがあるやん、二度蹴り。じゃ、二度蹴り使えばよかったな。全然効かん。スピードスター全く効かん。え、ノーマルには格闘よね。違ったっけ？その辺の認識がいまいち。よし、いけ、二度蹴り。4年よね、効果抜群よね。やったね。でも効果抜群とか何もなかったんやけど。急所に、あ、効果抜群ね。オッケーオッケー。お、経験値が結構高いな。ゴーストレベル39、やったね。ピカチュウレベル38。おー、ゴロンレベル49。次々上がっていく。強いわね。どうも。強いでしょ。強いでしょ。ポケモンの世界ではオスとメス、どちらが強いのかしら。わかんない。てか、それはね、人間の世界でもちょっとよくわからんけど。これはやっぱりあれだな。ちょ、待って。とりあえず、イーブはどこか慌てた様子、何、どうしたの？何かあった？空渡りで、それさっきの、赤竹シティまで飛べるようになったから、とりあえず1個入ったら空渡りで行けるようになるってことよね、きっと。きっと。じゃ、このなんか反対側、ここの反対側とか捕まえてないポケモンがおるんじゃないか。どこや、反対側。こっちか。今多分くるくる回りよったのが、くるくるっていうか、これトレーナーやろ。ここは18番道路、タマムシシティ、赤竹シティ、あ、タマムシシティなんや、こっち側。なるほどね。でも、ここもな、なんか鳥ポケモンしか出てこんのかな。鳥使いやし。そういうことじゃないんかな。あ、待って、ドード私捕まえとったっけ？なんか捕まえとったような気もするし、捕まえてなかったような気もする。どう？あ、持ってないね。持ってないよね。よし、行け。ナイス。どうだどうだ、来い。あー、一発じゃない。くっそ。でもこのなんかさ、ドードをさ、めっちゃ穏やかそうな顔してるのに、ドードリオンになったったにめっちゃなんか悪そうになるのはなんなんやろうね。あれがなんか成長した証なの。あ、カラカラもさ、ガラガラになったったに目つきが悪くなるし、まあ、いろんな経験をしてああいう顔になってしまったんやね、きっと。はい、ドードー、双子鳥ポケモン。羽は短く空を飛ぶのは苦手だが、その代わり発達した足で早くかけることができる。あと1種類かな、多分。びっくりした。ピカチュウ出てきたと思った。ああ、どうもどうも。
クルックと僕の指笛。指笛でそんなことできます？ピーとかじゃない。できてピーじゃないの。取り扱いのハルトが勝負を仕掛けてきた。お、ピジョット。ピジョットいいなぁ。ピジョンまではあるからさ、ピジョット欲しい。ピジョットが欲しいです。寝てるなぁ、相変わらず。さ、ピカチュウで行きましょう。もうみんないい感じにレベルが上がってきてくれたけんね。行って上でピカチュウ。まあ、でも、あれか。え、でもここは何？もしかして本来なら玉虫シティの後は山吹シティじゃなくて関地区やった。順番的に。やとしたら、もうすでにね、山吹シティのジムリーダーを倒した私なら、関地区は簡単なんじゃないか。やたらちょっとね、山吹シティ強いなと思ったんやけど、もしかして一箇所飛ばしとったかもしれんね、ここ。順番が逆やったかもしれん。だってシオンタウンで、あの、藤老人から、ね、笛もらったってことやけん。そうよね、順番的にカビゴンいつ出てくるねんって思いよったけど、そういうことやね、きっと。海が近いから週末はピジョットと潮風を楽しみに来るよ。これピジョンよね。ピジョンの方やね。ピジョットとか出てこないっすかね。出てこないっすね。ちょっと待って、あっち側なんかここの関所っていうかな。越えたら、また何かしら捕まえてないポケモンが出てくるかな。コラッタ出てきた。コラッタめっちゃ走り寄ったんやけど。どうも。ポケモンロード、こちらからは上り坂です。上り坂、あ、なんかこっちもこっち側の人おらんね。あ、ポケモンロードね。ここはポケモンロード。ポケモンといつもより歩こう。サイクリングロードとかじゃないんやね。ちょっと待って、新しい。この辺もポケモン出てきたりするんかな。せんのかな、それは。何？ピカチュウは茂みの中から、あ、なになになに？ズリの実ありがとう。こういう花のところにはポケモン出てこないの？私野生かと思ったわ。人とポケモン共に歩く道。この辺のもトレーナーよね。やっぱ目があったら戦うよね、きっと。シルバースプレー。多分この辺の茂みもなんかポケモン出てきそうな気するんやけどな。新しいポケモンに出会えますように。お、金の玉やったね。あそこ絶対なんか出てくる。え、何にもおらんねやけど。チラシが貼ってある。ゲームを投げるな。モンスターボールを投げろ。ゲーム投げるってどういうこと？誰？お、お、あ、でもポニータ捕まえとるよね、私。お、こんなところにも。違う、君じゃないんだよ。君じゃないんだよ。爽やかな風は吹いてるけれども。銀のパイルの実、何？銀？ただのパイルの実じゃなくて銀のとかがあるの？へぇー。ちょっと待って、なんか持ってるポケモンがいっぱい現れるんだけど。ポニータかわいいなぁ。ポニータめっちゃかわいいなぁ。めっちゃ走り回りよりやん、ポケモン。どうどうや、どうどう。ここ泳げそう。お得な掲示板。ポケモンを捕まえるときは色のついたリングの中にボールを当てよう。リングが小さい時ほどナイススロー、グレートスローが出て捕まえやすくなる。ナイススロー。お、不思議な飴、やったね。びっくりした。新しいポケモン出てこないっすかね。あ、どうもどうも。エイベイに向かって泣いた何か話しているのかな。ポケモン同士の会話聞いてみたい。ここは17番道路、タマムシシティ、関地区シティ。あれ多分コーチトレーナーよね。しかし、私は新しいポケモンを求めてさ、めっちゃ遠くまで来ようんやけど。もうどんどんあの、オーキド博士の助手から離れていくよ。めっちゃ離れてくんだけど。お得な掲示板、同じポケモン同じレベルでも取るたびに能力が少し違ってて、育つと違いが大きくなる。へえ、そうなんや。そういう能力値がどうのこうのとかよくわからんけんな。コダッコダックは捕まえとるような気がする。多分捕まえとるね、コダックは。え、何？え、お、野生のイーブイや。ちょっと待って、捕まえたい。え、めっちゃびっくりしたんやけど、野生のイーブイ。
なんかこのパートナーの EV が進化せんらしいけんね、この野生の EV 捕まえて進化させたいよね、やっぱり。イエーイ、 EV レベル40。 EV をバックのポケモンボックスにしまった。あ、でもこれでさ、あれやない、 EV をさ、あの水の石で進化させたら、どこ行った、強化ポケットか。え、氷の石って何、氷の石とかあるの、これ手持ちポケモンじゃないと使えんのかな。手持ちじゃないと使えないのか。じゃあちょっととりあえず、手持ちポケモンの方に出してきて、ポケモン、EV を。さっき捕まえた EV は、この子だね。はい、EV を手持ちに入れます。とりあえずここに入れて、で、この EV を、進化させると。ここからはできんのやね。これで多分図鑑は増えるでしょう。あの、シャワーズが。はい。EV に使います。おや、EV の様子が。進化するよ、進化するよ。シャワーズ可愛いよね。めっちゃいいと思う。さっきあの、すぐそこにさ、トレーナーの人がブースター連れとったけど、あれも可愛いよね。よき。おめでとう、イーブイはシャワーズに進化した。イエーイ。この辺、イーブイが出てくるのか。なるほどね。はい、シャワーズのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。シャワーズ、泡吐きポケモン。細胞組織が水の分子に似ているため、水に溶けると姿が見えなくなってしまう。え、すげえ。そんな感じなの。さてことで、これで、まあ、また手持ちポケモンは、あっちの EV の方にし、あ、でも結構レベル高いんよね。なるほど。なるほど。じゃ、しばらくシャワーズで行こうかな、私。さ、これでもう行けたんじゃない？赤メールとかおる。なんかこうね、パッと見て、フィールド上にこうポケモンがいっぱいおるの、やっぱり楽しいよね。じゃ、これで。あ、でも、歩いても別に普通に帰れる気よりキャな。距離キャナやって。あ、ドードリオ、ちょっと待って。ちょ、待って、ドードリオおる。捕まえたいです、はい。野生のドードリオ。さっきね、ドード捕まえたから、当たってないぞ。はい。ナイス。来いよ、来いよ。いや、全然だ。全然だわ。これもしかしてなんか使えたりとかするんかな。あ、この辺でなんか懐いたりとかする？釣り波めっちゃいっぱいある。あ、ほらほらほら、なんか、捕まえやすくなるっぽいよ。懐く？あ、全然違う。全然違う方向に飛んでいくっていうこの辛さ。これ与える個数とか関係あるんかな？なんかこう、多くあげれば多くあげるほど懐いてくれるとか、何個あげても、別に1個分の効果しかないよとか。これもうちょっとでいけるんじゃない？エクセレント入ったよ。どうよ。よっしゃ、来たー！やったね！やったね！ドードリをゲット。この子レベルなんぼなんやろうな。この辺のポケモンはやっぱ捕まえた時点でレベル高いのいいね。ドードリのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。はい、ドードリオ三つ子鳥ポケモン。ドードンどちらかの頭が分裂した変種。草原を時速60キロで走っていく。あ、そういう感じなんや。なるほどね。どちらかの頭がさらに分裂した感じなんやね。ほうほうほう。はい、それじゃあ帰っていきましょう。はい、ここの2階やったね、助手。いたいた。僕覚えてます？ほら。オーキド博士の助手です。ポケモン図鑑が50種類集まってるようなら、ツンバらしい道具を渡すよう、博士に言われました。それでは早速、アイナさん。捕まえたポケモンは50種類より多いかな？多いです。どう？なるほど。捕まえたポケモンは52種類ですね。おめでとう。それでは例のツンバらしい道具を。何？って、あれない。まさか、なくした？あのすみません。どうしよう。あげられるものがないぞ。そうだ。何？代わりに変なものをとか。え、誰？そいそいそーい。え、誰ですか？あなた。
はあ、はあ、こちらをどうぞ。え？アユナは助手から助手セットをもらった。顔も変わった気がするんだけど気のせいかな。アユナは助手セットを着替えトランクにしまった。僕の白衣を君とポケモン用にアレンジしてみたよ。僕の大切な白衣、大切に着てね。ね、もともとくれる予定だったすんばらしいものはどうなったんだよ。見た目普通の人になっちゃったけど、君だけは僕が博士の助手だってこと、覚えていてね。何それ、ちょっと切ない感じ。着替えとこうかな、じゃあ。バッグ、お着替えトランク、はい。はい、こんな感じで。じゃーん。あ、バッグかわいい。ちょっとピンク入っとんやね。こんな感じよ。見た目を褒めろよ、こっちの。よし、こんな感じでとりあえず助手セットを手に入れました。え、あんな辛い思いをして助手セットなのか。なるほどね。なるほどね。ここは赤竹シティ。赤竹はピンク、華やかな色。赤竹ってピンクなんやね。赤竹色ってこと？色の名前なの？おかしいな。アツコとポケモン取りで待ち合わせって、トリポケモンが見つからない。え？どういうこと？そういうことなの？ポケモン取りでっていうなんか神社とかじゃなくて、え、この子じゃない？アツコ。違うんか。ラプラス素敵。どこで捕まえられるのかな？ラプラス私持ってるよ。まあ、もらったけどね。人にもらったんだけど持ってるよ。赤竹シティに着いたはいいものの全然探検できていなかった。おや、あんたマサキのことを知ってるのかね。どうして急にそんな顔してた。私、マサキはわしの孫じゃ。小さい頃から珍しいものが好きな子供じゃった。語るだけ？何かくれたりしないの？サファリゾーンの園長、今年なのにすごく元気よ。でも歯は全部入れ歯らしいけど。あれ、サファリゾーンなの？マサキ兄ちゃん、ポケモンの転送っていう仕事してるんだよ。牧草を開発したのは兄ちゃん。ゴーパークも兄ちゃんの遠い地方の博士が一緒に作ったんだ。遠い地方の博士って誰なんやろ。大木戸博士で何か一緒なのは、あそこと一緒に開発したのは。何、花眺めてるの？サファリゾーンの入り口付近はポケモンとの触れ合いエリア。奥にはゴーパークがある。あ、なるほど。なんかエリアが分かれとんやね。以前この家に住んでた忘れっぽいおじいさん、12番道路に引っ越したらしいよ。あ、この家に住んどったん。この家、隣がポケモンセンターで便利。その代わり家賃高いの。やっぱそういう場所によって違うんやね、家賃。でもポケモンセンター、まあそっか、ポケモン、でも家にポケモンおらんかったけどな。連れ歩きよんかな。お、浜辺、え、ロケット団いるんですけど。ゴーパークには珍しいポケモンいっぱいって聞いてきたのに、アプリとか連動とかよくわかんなくて怖くなって逃げてきちまったな。ポケモン GO との連携のやつや。どっかに儲け話転がってないかしらね。ん？足元にコツンと硬い感触？もしやお宝かも。掘り出してみようぜ。なになになに、わっせわっせ。わあ、金ピカよ。すっごいお宝見つけちゃった。え、何これ、入れ歯じゃないの？入れ歯？いくら金でもいらないな。え、でもさ、そういうのってなんか売れるんじゃないの、高く。あ、ジャリンコ、ここで何してんのよ。どうでもいいけど、あんたこれ持ってってよ。金の入れ歯を押し付けられた。押し付けんな。でも多分これを、え、もしかしてあれやね、サファリパークの園長の入れ歯じゃない？なんで埋まっとったんかは知らんけど。そいつはやるぜ、俺たちは忙しいんだ。手洗いたいし、さっさとつらかるわよ。よくわからない展開だったね。19番水道。なるほど、ここは町、町の一部っていうわけではないんやね。海パン野郎とかおるし。なるほど、なるほど。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。まあでも結構強力なポケモンいっぱい捕まえれたし、シャワーズもね、ゲットできたのもめっちゃ嬉しいんやけど。